おつまる。おつまる。なんとチャンネル登録が6000人いきました。ありがとうございます。綺麗な例。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は車のね、この走り方をちょっと教えてほしいみたいなコメント欄がちらほら見かけるんで答えていただこうかなと。いいんですか。教えてもらおうかな。僕で。つまるさんにしかできないかなと思いまして、まあまあそれぞれあるから、僕もよくコメント欄ね見てますけど、車買いましたとかさ、免許取りましたとかさ、今から走りたいんですけどどうしたらいいですかとかさ、めっちゃ多いやん。多い。だからそれ簡単にな、ちょっと説明していこうか。お願いします。レッツゴー。竹中ファクトリー。まずね、まあ、この竹中ファクトリー号、はい、このスターレットでご説明していきましょうか。そうですね。まずエンジンルーム編。でん。よいしょ。これね。こちらですね。まずこの、まあ、このエンジンルーム、前もスターレットの紹介でしましたけど、はい、はい、この車はまあエンジンは何もしてないよな。何もしてません。何もしてないな。ドノーマルです。とりあえずでも、とりあえず変わってるのは足とタワーバーがついてるっていう感じかな、ね、このパッと見で分かるところ、これな。そうですね。これあれな、キャンバーの角度とか適当な。キャンバーは全開って教えてもらいました。あ、とりあえず、はい、とりあえず全開、全開しかないって、うん、ゼロか全開か、はいはいはい、で教わった。教わった。なるほどな。それが一番かっこいい。うん、見た目はな。もうそれだけ。なるほど。走りの中身とかはちょっと僕分かりません。まあ、まあそれはな、多分人それぞれあんねん。どこが走りやすいとか。確かに、うん。で、まあこの車で言うと、まあそうですね。とりあえず車買った人、はい、まず買えるべきポイント、まず一つ。気になる気になる、そういうの、そういうのよ、そういうの。そういうの。そういうの。まず第1ポイント目教えてください。まず車高調ね。ででででででで、ここですね。うん、車高調ね。車高調はとりあえず、まああの車買うやん、はいはい、でまあ元々からこう足ついてる、マフラー変わってるとかあるやんか、はいはい、でも完全にドノーマル買った人おるやろ、うん、まず足は絶対に変えた方がいい、うん、まあ変えんでも走れるんやけど、うん、変えた方がこの何やろな、まあまず見た目がかっこいい。あ、もうそれ一番大事。一番大事。一番大事。まず見た目がかっこよくなる。それに基づきバネレートとかね。あ、そう、気になっとって。うん。足変える言うから。バネレートとかが変えれるようになると。はい。うん。で、まあこういう上のさ、キャンバー調整できるアッパーマウントのがついてるやつな、はい、これ。これがついとるのが大事。そう、これがついてるのが大事。なるほどな。これでキャンバー角が変えれる。はい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 、はい。うん、まあそのなんか、なんやろ、キャンバーボルトとかさ、はいはいはい、アッパーで変えるとかいろいろあるけど、うん、まあ簡単なのはこれやん、まず。これ一番簡単。これ、追悼のが、うん、一番簡単。簡単でやりやすくて、うん、もう普通にええと。そうそう、一番いいと思う。楽。一番楽。ちなみに、このバネの硬さとか、よう言うやん。だから、15キロ、うん、20キロ、10キロとか、うん、そういうのうまいと分かってないよ。いやー、俺、何言ったらいい、そのノリで変えたというか、追悼やつをそのまんま移植したみたいな、うんうん、やっぱり10キロ、6キロやねんけど、はいはい、なんかもう10キロ、6キロがええみたいな。なるほどね。ノリだけで、こう、ギャッギャッみたいな感じやねん、うん、こういうのってなんか、一個の基準みたいなってある。こういうのな、その走るところでだいぶ変わってくるよな。あ、場所によって場所で変わるな、俺の感覚的で言うと。硬すぎると正直ストリートは厳しい。あ、でサーキットも何やろ、厳しいところはある。例えばでっかいサーキットやったら硬い方がいいとか。いや、それもな、一概には言えへんねよ、うん、その車によって変わんねんな。へ、であとその乗り手の運転の仕方とか。あ、これ正解がないんよ。こういうもんやねんな、うん、そのレーシングドライバーとかもさ、実際そうや。とりあえず車作ってもらって、うん、乗って、うん、走って確かめて、あ、この減衰がとかさ、あ、なんか言うてるな、もうちょっと前落としてとかさ、はいはいはい、いろいろあるやんか、なんか、うん、
そのシーンだけ知ってる。知ってる。俺もそのシーンだけ知ってる。だから、こう、初めの、なんやろ、この元となるもんは一緒やと思うねんな。うんうんうん、車は車やん、うんうん。でもそこからどう自分が走りやすいように調整していくかみたいなところが、まず一番面白い。そこも面白い。そこも面白い。なるほどな。そう。調整するともう楽しい。面白い。セッティングが楽しい。そう。だってさ、考えて。自分がこう操る車がフロントの車高を落としたりとかさ、うん、前上げにしたりとかさ、うん、フロントのバネ変えたりとかするだけで、車の動きめっちゃ変わんねん。めっちゃおもろい。素人でもわかるぐらい。わかる。あ、そうだ。じゃあとりあえず、車高調は変えた方がいいんちゃいますかね。これね、まずね。はい、まず車高調です。まず車高調ね。で、まあタワーバーは、はい、こう、つける人つけへん人おんねん。あつけた方が車のこう動きがクイックになるというか、こう直でこう伝わってくる感じ、はいはいはい、ロールがあまりない感じ、あがいいっていう人もおるし、あとその例で例えるとタワーバーつけとったらこっちボーン行った時にこっちも行ってまうからつけへんっていう人もおる。振動が伝わってまって、そう、もう全部こう衝撃がつながってるやんか。なるほどな。だからまあいろいろおんねん。なるほどね、うん、だから正解はないと思うね。考え方次第かなと、うん、知らんけど急に適当なり知らんで、まあ、一例に、ね、参考にしてくださいっていうね。知らんで。ほんでまず次2ポイント目。2ポイント目変えるところ、ホイールね。こちらですね、ホイールね、はいはい、これのまずまあなんだ2番目で変えた方がいいかと言いますと、まず見た目がかっこいい。いや、これも1番。もう大事ね。もう本場大事やから。これもやっぱり見た目。これ走らない人でも共通できるからな。そうそう、共通できる。まずもう見た目がかっこよくなるやん。そうですね。もうかっこいいもんね。で、こう自分好みのホイールとかにするとさ、はいはいはい、愛着湧くやん。で、しかもなんかこう高いホイールとかさ、はい、その車に合った色のホイールとか、はい、もういろいろこの、なの、昔ちっちゃい時ゲームでしょったみたいな感覚やん。はいはいはい、それがもう実際自分の車でできない、1分の1プラモデルやって。楽しい楽しい楽しい。やっぱ買ってきた。ということで、まずまあホイールは変えようと。ホイールは変えようと、うん、でこれウェッツスポーツのホイールやな、これな。これウェッツスポーツ、軽いやつやな、これ軽いやつです、うん、でホイールさ、うん、その軽いや重いや用意話あるやん。しますね。これ軽くなるとな、何が変わるんだよ。車の動きほんまに違う。そんなに、ほんまに違う。びっくりするね。これはもうクソ重たいホイールとむちゃくちゃ軽いホイール試したらすぐ分かる。まあ鬼ケッチンみたいなやつと、そう、もうこういう軽量ホイールで試したら、うん、もうほんまに分かる。全然違うから、びっくりするんだよ。一回試してほしいよな。というか純正ホイールでまず走って、うんうんうん、でその後にこういう軽いホイールで走ったら多分もうすぐ分かる。素人でも分かる。素人でも分かる。あってなる。だって俺も素人やもん。お前やな、うん、ほんなら分かるっちゅうことやな、ね、分かるな。まあホイールやなこれ。今のが2点目ね。2点目、今のところじゃあ車高調とホイール買い取ったらとりあえず、とりあえずええ感じ、ええ感じ。まずそこをやろうって言ったね。で次はまあ急排気かな。おーおー、3番目急排気。マフラーやなこれな。マフラーです。うん、マフラー系はまあ変えた方がいいな。